さんこんにちは、介護ぶらり旅です。今日はですね、栃木の那須に来ております。山田豊さんの看取りへ来ました。拍手。山田さん、お久しぶりです。こんにちは。はい、こんにちは。山田さんの看取りへ、今日ね、昨日泊めさせてもらったんですけども、美味しいご飯と、ゆっくりしたお風呂入らせてもらって感動しております。山田さん、看取り家をね、始められたきっかけをちょっと教えていただいてよろしいですか。はい。まずベースになるのは、ナース佐久間の家というのが三鷹でやってまして、ここは最後の場所ということで、人生の最後を送るというところで、民家で5人ほどをナースの佐久間陽子が、付き合うという場所を作ってたんですね。で、それを見た時に、最後こういう亡くなる方もいいなって思いながら、私自身がやっぱ自分の母親が病院で管だらけになって死んだり、私の家内がやっぱ肺がんで、病院で亡くなりましたけど、その時に一緒にいられる場所があったらいいなとかね、そういうことをちょっとこう思いながら、長年やってきた生活リハビリをそういう方たちに提供せれる場所があったらいいなということを漠然と思ってて、構想5年6年とか時間は長いんだけど、長いですね。それが偶然こういう形にできるチャンスに巡り合って、今こういう形ができたという、なんかもう今まで言われていたことのはね、やっぱり手すりであったりはトイレの、手すりであったりとか、机のテーブルの高さであったりとか、そういうものをもう山田さんの思いがこう溢れてるなと思ったんですけども、何か一番こだわったことってありますか？生活リハビリってこうずっと言ってきてますけど、一番分かりやすいのがお風呂ですよね。もうなかなか今ずっと二十数年介護施設にこのお風呂を提供してきましたけども、やってくださるところは効果はかなりあるし、あるけども、やってみないと分からないっていう人たちが多くって、逆に機械化の方が、どっちかって言ったらまだ補助金の関係もあったりとか、職員のそっちに世間は流れていってますね。技術の問題もあるんでしょうけど、そういうふうなものがまだまだ、実際に使っていただける場所にしたかったなっていうのとね、それからここに隣に左高樹が50棟ほど今できてますので、この方たちが将来、そうなった時にでもちゃんと入れるというのをちゃんと実践してみたいなと、だからここにいる人たちは機会がなくてもお風呂に入れるっていうのを、実践形式でやっていければね、もうちょっと伝わり方も早いのかな、なんて。そうですね。そんなふうなことを思って、こういうお風呂にしてみたんですね。山田さんはこれからリハ達でもね、リアル研修で介護職さんがもう集まってね、お風呂の研修しようよっていうこともね、近いうち開催していただけると思うんですけれども、介護職さんに向かって、一言お願いします。一言。はい。ちょっと見に来ていただいて、設備環境っていうのには物語があるんですね、なんでこういうふうにしたかっていう、ぜひその辺のことを聞いていただいて、ぜひ自分たちがこれからやりたい介護をちょっと確認をしてもらえたらなっていうふうに思ってます。これからどんな介護がいいのか、逆にもし介護で少し、何か自分たちもやりたいっていうんであれば、ぜひちょっと参考にしていただけるといいなと、それもね、ぜひそういう相談の場になったりとか、応援の場になったりするといいです ね。私はね、若い職員はどんどん自分でやったらいいと思うのね、つまんない経営者に使われるよりは、自分たちが貧乏してでもやりたい介護を形にした方が精神的にも豊かになるしね、それから人にも喜ばれるし、逆にそれがベースになれば、ある意味、仕事としても随分成り立っていくんじゃないかなと、無責任なこと言えませんけど、そんなふうな面白い、人生を送れるんじゃないかなと思うので、来たいなって思う人がいたら、どういうふうに来たらいいですか？ここはね、那須高原サービスエリアっていうところのスマートインターから5分ぐらいのところなんですね。列車で来ると新白川ですね、タクシーで、15キロほどありますから、乗り合っていただければ1人1000円ぐらいで来
来れるかもしれないし、なるほど、まあ、ちょっと余裕があって時間があればお迎えにも上がれることは、はい、あのまあ、できる、あ、相談にも応じていただけると、はい、で、あのここはまあ宿泊も設備もありますけれども、うん、安く泊まろうと思ったら近くにゲストハウスもあるんですよね。そうですね、はい、朝日のお宿っていうのがあるので、はい、ここは3300円だったかな。はい、わかりました。ぜひ皆さん、水戸林にお越しください。今日は山田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい。手すりとも。はい、手すりですね。手すりは、はい。あえて握れない手すりに。もう伝え歩きして、体重をかけて、はい。水戸林へ見学ツアーもさせていただきました。お風呂やトイレの手すりの工夫など、ご覧になってください。うんうん。ここに大きなのがあると。寝ながら入れるパターンですよね。これがまた見事な陶器の丸風呂。陶器しがらき焼きですね。これは、まあ、基本ですね。基本のヒノキですね。憧れの方も。はい。まあ、本来4つあって、うん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 、まあ、少し横になる方がいらっしゃったら、この4つつなげれば、はい、4つつなげれば、ベッドタイプで使う。ベッドタイプにして、うん、普段ある L 字手すりっていうのはもうなくて、うん、なくて、はい、で座って前かがみした時に前につかまれる、つか、うんうん、まれる、うん、またはこの体重が預けられる、うん、握らなくても体重が預けられるように、うん、であとは居室ですね、はい、こちらに居室スペース何部屋あるんですか。9部屋9人泊まれる、はい、11人泊まれる、ね、おーすごいすごい、はい、あ、ここツインの部屋、おーすごい、おー、ここはもう夫婦で泊まれたりとか。そうですね、まあ、うん、夫婦でとか、うん、親子でとか、親子でとか、うん、あとは介助者が一緒に、うん、介助者が泊まるとかね、車椅子の方とか。トイレがそのままついてる。あ、トイレついてるんですか。トイレがついてる。すごい、ツインの部屋ですね。あー、本当だ、はい、これは